ケージ用タイトルの簡単な作り方です。まずタイトルを紙にプリントします。それを重ねてホッチキスで留めます。重ねたまま切ると早く作業ができます。端を折ってバラバラにして準備完了です。紙テープや紐を貼ったところにこれを引っ掛けていきます。はじめは適当に引っ掛けましょう。その後で全体のバランスを見ながら位置を決めていきます。位置が決まったら画鋲などで留めましょう。これでもう完成。引っ掛けてあるだけなので文字を変えることも簡単にできます。またピンと貼るだけでなく少したるませると曲線に飾ることができます。紙の形や文字を変えてケージに合ったタイトルをつけてください。